そんなことばっかりだよ。どうしよう。もう一回、もう一回。はい、こっち、あ、すごい、すごい、これもできる、半分より手前、あ、半分か、半分かね、奥切ると強い生地じゃないと開きにくくなっちゃう、で、どうしてもやっぱり、半分は添えてるから結構斜め45度に入ってるけど、今の、分かる？今ね、斜めにちゃんと切れて入ってるの、角度が、うん、あのそう、見て入ってるんですけど、どうしてもね、上から覗き込んじゃうんで、うん、で そこが45度で切りにくい、うん、これが入れましょう、だから、うん、ちょうど奥だから入れやすい、はい、あ、じゃあ大丈夫、これ奥だっけよ、いい感じ、これ切り直さないね、うん、手間すぎたね、え、でもね、今自分がこう移動してしっかりと同じ位置で切ろうとしてるのがいい、手前すぎなければ手前の最後の方だけこれ垂直に入って、 でもここまでは、ここまでは斜め45度に入ってるから、開けば、あ、そんな曲がったの、いや、曲がるよ、曲がる、私の曲がだけど、これパーって割れにくいのは、あと少し入れようと思って、もう少し斜めに入った方がいいですけど、これはどういう風な角度で開いていくかっていうところでちょっと見とくね。そうするとこっちとこっちはすごい分かりやすい角度が出るから、左のパンの場合なんですが、こちらはちょっと緩いので分かりにくいんですけれど、刃がちゃんと45度に入っているような状態になっています。逆に右側の方は垂直に切ってしまっているので、両方クープが開く可能性があると思っています。でも実際に焼き上がりの方を見てみると、今回は皆さんとても上手に片側がバキッと開いたように仕上がっていました。緩い生地、ちょっとチルドで1週間以上放置した生地のクープ入れだったので、とてもすごく難しいと思うんですが、上手に切っていると思います。あるうちの教室に通ってらっしゃる生徒さんだと、その抵抗があるとか、斜め45度とか肘で切るとか、そういうのがイメージしやすいので、わかるんじゃないかなと思うんですが、あるうちに通ってなくて見られた方は、なんか意味不明なことを話してるっていうふうにちょっと捉えられてしまうかもしれないんですが、ちゃんと指導しながら、こういう時はこうするっていうのを、繰り返していきながら、ちょっとずつちょっとずつクープは上手になるものだと思っています。諦めずに、練習して頑張っていきましょう。